はい。おー、な。そうね。この村は大丈夫。でもこんなんじゃ足りない。きっともっと強かったはずよ。私もそんな風になりたい。会ってお話がしたい。あの時言ってくれた言葉は今も忘れてないのに。どこにいるの、お姉ちゃん。私はもっと強くならなくては。マルスのようになるにはどうしたらいいんでしょう。僕には仲間がいてくれたから戦えたんだよ。君も同じさ。絆が強さになるのだからね。
よ。前田リな。そうですな。お礼を申し上げまする。嬉しいな。君の優しい気持ちが伝わったよ。ありがとう。綺麗になるかしら。いつもこうして大事にしてくれてありがとう。君は気が利くんだな。気持ちいいものだ。またぜひお願いするよ。汚れていると悲しくなるわ。生まれ変わった気分だわ。ありがとう。
どうも。薬の調合みたいなもんや。任せてな。ほい。これとこれをこうしたらええ感じに。これなら喜んでくれると思うわ。うん、うまいな。私これ好きだな。お弁当も作ったんや。どうぞ。神龍様、大丈夫ですか？ブシュロン、突然どうしたんですか？ああ、いえ、すみません。どことなく疲れていらっしゃるように見えたもので。よくわかりましたね。実は今、なんとなく体がだるくって。それはいけませんね。食事はちゃんと取れていますか？しっかり食べています。睡眠は？たくさん寝ていると思います。食事も睡眠も問題ないのに体がだるい。もしかしたら心労が原因かもしれませんね。心労？はい。戦をしているとどうしても心に負担がかかってきますから。神龍様は心労を発散する方法はお持ちですか？考えたこともなかったです。ブシロには何か発散法があるのですか？ええ、いくつか。誰もいない山の中に分け入り、清流でのんびりと釣りをするとか。へえ、楽しそうです。私も試してみたいです。ではよろしければ俺と一緒に試されてみますか？気に入るものがあればこれから使えるかもしれません。はい、ぜひお願いします。都合のいい時に誘ってください、ブシロン。そして長い戦争が終わり、二人の兄弟は安らぎを手に入れました。
めでたしめでたし。よかった、本当によかった。わかる。その気持ちわかるぞ。俺も思い出す泣きが。正直、終盤のブシロンさんの思い出す泣きで話に集中できなかったんだけど、それでもすっごい良かったよ。そうか、それは良かった。ブシロンさんが感動して号泣する気持ちがとってもよくわかったよ。本って感動的で面白いものなんだね。もっと退屈なものだと思ってたけど。面白い本はもっともっとたくさんあるぞ。よければぜひ読んでくれ。次のおすすめはあれだ、士官学校を題材にした物語。重厚な世界観と巧みな心理描写が売りで、確か今30冊ほど出ているな。すっごい関数あるね。読んだら感想を語り合おう。全部自力で読めるかな。かといってブシロンさんにいつも読んでもらうわけにもいかないし、たくさん字を読むのはやっぱり苦手だから、感想を語るまでにはちょっと時間がかかるかも。そうか。でもありがとう、ブシロンさんのおかげで本の面白さが分かった。そうか、そう言ってもらえると俺も嬉しいよ。受けたまわりましょう。承りましょう。またお待ちしてます。ありがとうございます。またお待ちしています。
ありがとう。さあ、体を動かそう。今日はどうしようか。体と相談して決めてくれ。今日はどうしようか。体と相談して。今日はどうしようか。体と相談して。今日はどうしようか。体と相談して決めてくれ。素晴らしい。聞いてるよ。素晴らしい。かっこいいよ。素晴らしい。おっと、聞いてるよ。おっと、素晴らしい。かっこいいよ。素晴らしい。僕も幸せだよ。また一緒に鍛錬しよう。